元のギザカ46の女優西野七瀬29と俳優山田裕希32の真剣交際がいつか明らかになった。元トップアイドルと勢いに乗る若手俳優のビッグカップル誕生に業界も湧いている。意外にも二人を親密にさせたのはオンラインゲームモンスターハンターモンハンシリーズだった。写真 ビキニにパーカー姿の西野七瀬ら二人は21年に NHK コント番組、ライフや日本テレビ系ドラマ、箱詰めへ戦う。交番女子。で共演。二人ともインドアナタイプで、大野ゲーム好き。親しい関係者によると、モンハンのオンラインマルチプレイなどを通じて、進行を深めていったという。西野は乃木坂46時代にも、モンハンとコラボし、モンハン選抜。 メンバーに選ばれていた。山田も筋金入りのモンハン月を公言しており、CM 出演やキャラクター、鏡の声優も務めている。オンラインゲームが交流し、e スポーツ事業なども発展する中、コロナ禍も相まってゲームが交際のきっかけとなる芸能人カップルも少なくない。14年に結婚した加藤夏希も出会いのきっかけはオンラインゲーム。 21年1月に一般男性と結婚した女優の夏菜は、直後のイベントに出演した際、バトルロイヤルゲーム、p u b g モバイル、などを通じて相手と親密になったことを明かし、p u b g コンですね、と幸せいっぱいの表情を見せた。同年5月に結婚を発表した、モノマネメイクネタなどで人気のタレント野沢陳も、一般男性との出会いはオンラインゲームであったことを明かしている。 共通の趣味としてオンラインゲームを通じて対戦したり、チームプレイをすることで、共感を得たり、お互いの性格をより知ることもあるだろう。特に交際もマスコミにマークされる芸能人にとっては、お互いの自宅などに行き来しなくても、交流を深めることも可能になるという、利点、もありそうだ。